あ、これさっきのシナモンロールのとこじゃない？あ、うん、なんか宿りましたね。いろいろと。こっちに相変わらず行けないのかな。あ、行けないっぽい。行けないっぽいです。あ、そう、この金の玉をなんか収集していくのかな。道しるべになってくれてるってことですかね。ここに種をね。あ、なんかものすごい指示出してくれてたね。なんかこの探す場所指定システムを導入してなかっただけでした、自分が。はい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 。花粉が春だね。あー、花粉が雲に。あ、もう何、雨降らすの。あ、そのお花に水あげてってことかな。どう、あ、違う違うか。ん、あ、消すの、消すのかな、場面から雲。あれ、そんなわけない、無理、そんなこと無理か。違うね。ちょっとじゃあハットくんの上に降らしてみますか。お花の上じゃないのかな。あ、やっぱそうか、お花の上だよね。ほら、綺麗。ん？なんか飛ばしちゃったかな今、ムービー。ん、なんだろうこれ。ハスの花が咲いたけど、ん、意味ないんですかね。わーい、咲いた咲いた。ん、いけないね、咲いただけか。ではこっちに行きましょうか。この金をね、取りつつ。道がこっちだよってことだもんね。こっちは基本的にあれなんですかね、道を外すことはないのかな。すごい、なんか落書き感すごいね、床の。種入れます。あー、びっくりした、怖いな、なんだよ、やめてよ、そういうちょっとホラーっぽいやつ嫌いなんだから。え、なんでしょう、こいつは何、なんかなんかヘタ生えちゃったけど、ここなんだろう、音きっしょ、ちょっと待って、なんか合わせるっぽいですねこれ音を。ん、あ、なんか綺麗になってくね。え、合ってんの、芽吹いた。あ、パチクリして、あ、これで合ってんとちゃう、いいメロディーなんとちゃう。あ、綺麗にしてくっぽいっすね。あ、なるほど、いい音にしてくってこと。なんかシンガーみたいなのと関係あるのかな。適当だったけど今大丈夫、結構ガバガバだったりする。いや、わかんないわかんない、それ何、お花咲いた、おにぎりにお花咲いた。こっちかな。え、でもこっちのあれも取りたいんですけど、これこれこれ、こっちも行けちゃう。あ、ちょっと待って、あっちが正規ルートなんだとしたら、ちょっとこっち見てからにしましょうか。あ、こっちもあるの、こっちもあるの。でもこっち、こっから行けないですね。あ、あ、びっくりした、待って、あ、今ヒュッてなった落ちるかと思って植えましょうか。はいはいはい、あ、なんかいつもと違うね。どこ触れる、これ、ん、なんかも、あ、回せる回せる、え、頑張れ。ん、何が出てきてんだろう。あ、雲かな。ああ、あれか、太陽を出して元気をあげようねみたいなやつか。あ、回せばいいんだ。あれ、行き過ぎちゃった、戻れないし。あ、え、これシビア、ぴったりにしてってことだ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと行こうか、もうちょっと、
からよ。こっから緊張する、すごい。ちょっとスティックさばきが。あー待って、すごい難しくないこれ。あ、え、お花普通に元気になってますね。太陽さえ昇ればいいのかしら、これ。ぴったりにしろってことじゃない？ちょっとぴったりにしたい、でも一回。はい。あ、関係なかった。関係なかったです。ただ時間を進めてねってことみたいですね。進めていきましょう。ぐるぐるしてね。あ、いいねいいね、調子出てきた。こんにちは。おはよう。おはよう、地球。今日もお花たちが咲いてるよ。地球、なんかこういうポケモンいませんでしたっけ？ポケモンやんないんですけど、普段。咲いた。あ、すごい分岐しちゃった。やりにき。人でなんとかみたいな。あー、待って、シナモンローレル。ちょっと待って、正規ルートだ、完全に。それはまずい。ちょっと向こう側も一回回ってみましょう。行ききれてないから。これ結構あれなのかな、やり込みとかもあるんですかね。そうなってくるとちょっと、ああ、こっちにもいる。あれ、触っときましょう。ああ、消えちゃった。今度は何でしょう。ああ、一緒。なんかでもちょっと柄が違いましたけど、関係あるんですかね。増やしてみましょうか、ここに。あれ、生えた？生えない。あ、違うか。自分で生やしていいんだ。この辺にお願いします。あ、え、生やせない。あ、生えた。え、ちっちゃくないです？もっと元気じゃなかったです？さっきの種は。なんで？ケチじゃない？はい。あ、ダメだ。ああ、消えた消えた消えた。意味あるのかな？消しただけですけどね。なんだろうこれ。ベンチかな？なんか、シナモンロールの物語を追ってってる感じなんですかね。なんか、やつが光で、帽子くんが闇って感じしますけど。関係あんのかな、それともただの本当に不倫物語かな。やっほー。慣れてきましたね、この種になっていく感じも。うん、植えましょう、ここに。ここで、ほい、消えたけど。あ、なんかこの植物にもバリエーションがあるんだよね。これは何かを示唆してるのかな？してないかな、別に。考えすぎかな。いっぱいある。乳酸菌が。あ、なんかちょっと思いにふけってる。ちょっと待って、向こうからにしよう。吸えるとこまで吸って、彼に話しかけましょう。あ、今度闇だね。これ、なんか個数制限とかあるのかな？使う。結構無限に出るっぽいんですけど、そんな甘えた感じでいいのかな。黒い方は変わんないですね、デザイン。消したが、ここもあれか、吸わなきゃダメか。なんか枯山水みたいになってる、ここ。素敵、フルドス。吸っていきましょう。はい。うん。ありがとう、いつも。もう一個。はい。やっほー、来たよー。何すねてんの？あ、待って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 、話しかけよう、先に。何すねてんの？自分何すねてんの？大丈夫だよ、もっといい女の人いる。おじちゃんが一緒に探したる。え？今使わないよね。
なんかすごい拗ねてたね。そんな好きだったのかな。やっぱ歌上手なんかな。ここなんだろう。行く必要あるんですかね、ここは。今のところ感じないから、一個後でで。とりあえず順路通りに。ああ、全貌が。ワンフィールドなの、さっきのとこから。つながってますね。あの、リンゴの木みたいなのに向かうのかもね。おい。撮りましょう。撮った。んー、ちょっと今はいいかな。使うとこが、あ、あそこか。あの下んとこだ。あー、こっち行くために、え、行けんじゃん。ここに種を入れましょうか。白い種、やっぱ白い種の方が使うね、よく。まあ、料理もね、白ごまとかのが使うもんね、黒ごまより。てかめっちゃ今外雨降ってるんですけど、雨の音入ってたらごめんなさい。なんだろうこれ。プルプルしてる。何プルプルしてんの？カーソルむず。触れた。え？触れたけど別に何もできないよ。ここしか触れないですね。あ、折っちゃった。ごめんなさい。折っていいの？ああ、え？遺伝子がどうみたいなやつかな、これ。あ、ピヨが、たくさんのピヨが組み込まれてしまった。どういうこと？こっちかな、次。ああ、なるほど。この2個あるとこ崩して、あ、2個ないわ。どういうことだろう。どこまで行けばいいんだろう。上に行くのかな、これ以上。なんか伸びが悪くなってきましたね。それ取れるだけ取っていこうか。いやー、鳥の気持ち考えたことあんの？こんな根元ごといかなくても枝の。どういうこと？鳥はどういう気持ちでそこにいるわけ？なんでそんなになんか、もっちり組み込まれちゃってんの？木に。あれ？これ何？エンドレスゲームですか？もしかして。どういうこと？これ。一生。あ、鳥？あ、鳥を触るのか。ポンって言った。お、鳥だったっぽいですね。すごく接しちゃった。なんか方程式があるのかと思って。結構そういう、実は気づかないけどみたいなのが多いのかな。苦戦した。走るとき帽子押さえるんだ。これ道通りに行くとまんまと、なんかまんまと引っかかるみたいなことないんですかね。ここに入れていきましょうか。よいしょ。一方、その頃、地下では。ああ、地底の水の流れ？なんか触れますか？まだ触れないね。水が流れてるよーってこと？あ、なんかミミズ的なサムスンがいるね。なんだろうこれ。これ触んの？わかんないわかんない。わかんないわかんないわかんない。なんか経由してく？あ、これでもしかして水どこまで行けよってことを言ってる？でっかい地面みたいなの押されてる？なんか穴開いてる？穴開いてる。何これ？穴開いてる。
穴開けようってことかな。はい。あ、いたいたいた。そうだ、やっぱり。うん。無事にお水吸収ですね。なんだろう。あ、すごい浮いちゃってるよ。ゴミが舞っちゃってる。あ、ちょっとちょっと、あれだわ、メッセージ性が強すぎたかも。ちょっと自分にはメッセージ性が強すぎたかも、今の。どういうことだろう。えと？違うよね。生命の誕生ってこと？えとかな？待って、日本のゲームじゃないか。ないですね。あ、今見れましたね。見よう。ん？違う違う違う、見るの。見よう。ちょちょちょ、え、見てくんないの。え、どういうこと、植えんの。ちょ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 、うさちゃん見たいんだけど。あ、これでもう見てるってこと。あ、動くね。見てるってことなのかな。なんか寄って見れなかったけど、まあいっか。次行っちゃおうか。あ、シナモンロール、久しぶり。元気してた？同窓会ぶりじゃない？お互い老けた。あ、あ、金色の光を捨て育つ金の種、やっと来ましたね。なんかたくさんのシナモンロールを集めないといけなかったんだ。あれだ、銀のエンゼル5枚でってことだ。金のエンゼル、それ違うか。あ、あったあったあった。ランダムなんだこれ。焦るな。ん？もぞもぞ。何かな何かな、何も出ないから寝ちゃおうかな。時間かかりそうだし、誰も見てないし。あれ、なんかできてますけど。もう全然アフレコが全然。あ、登れる、登れな。何、今ちょっと登ったよね。登れると見せかけてのやつやってんね。あ、はい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 、戻ってきましたね。でやっとこれを外せるよってことか。外しちゃおうか。じゃあ外しちゃうよ。おぉ、開きましたね。お待たせ。ねえ、お待たせ、待った？ごめんね、時間かかっちゃって。ちょっと電車がさ、遅延してたっぽくて。え、てかなんかちょっと成長しました？シナモンロールさん。ちょっと見ない間に背伸びられました。なんか使えるのかな。とりあえずこれ使おうか。はい。向こう行ったけど、ちょっと待って。奥に行きたい。あ、行けるわ。行ける行ける。行けました。明るいな。あ、本物じゃないこれ。何を出してるのその仕切りに。あー、本物立っちゃってちょっと気まずい感じだ。ハットくんも。でも動かせないですね、何にも。あ、じゃあ出たカーソルが。こいつ選ぶのかな。あ、選べないね。あー、リンゴが落とせるっぽい。じゃあちょっと彼の見えるとこに落とそうか。あ、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 おー、すんごいお子だ。あ、なに時計、自分が売ったやつですか。職人の気持ち考えてよ。あ、まあ売ってる方も悪いか、そしたら。あー、そのぐるぐるが何、頭のぐるぐると一緒。あ、手の入れ墨のやつ、入れ墨じゃないかあれ。ビッグバンド、時計は何の関係があるの。時間を司る的なこと。肩幅えげつな
なんだろう、このサンジの眉毛みたいなの。ずっとあれなのかな、キーになってくるのかな。何何何で、ちょっとソフトタッチしてんのぐるぐるに。わかんないけど。何あ、これ、はいはいはい。これでいいの、なんで照れてんの。腕時計のゼンマイはポテンシャルエネルギーを蓄える見慣れたものだが、さらなる調査が必要だ。ポテンシャルエネルギー、あ、ゼンマイだったんだ。あー、それもゼンマイっていうこと。あ、なんか白くなってってますね。なんでだろう。あ、触れる、あ、触れるんじゃないか、閉じれるのか。どういうことだろう。彼は何か作ってる人なのかね、あのシナモンロールは。なんかそれを調査かなんかしてんのかな。時計は何の関係があるんですかね。あ、戻ってきた。ん？羨ましいな。どういうこと？ああ、今日の調べてきたことをまとめて貼ってるのかな。あ、なに、ここ君んち？違うよね、さっき言ったとこだよね、君んち。時計の、はいはい、銃撃ってゼンマイ、白が金になって、ん？ゼンマイが広がってるのは何なんだろう。最後のそのハッピーエンドっぽい写真は何ですか？ん？あ、この、これを守るってこと？女の人を守るってこと？神を救済する計画？神って女の人のこと？あ、そんな神とか持ってんの？結構あれ？痛めのファンってこと？これも見ましょうか。神を救済する計画。これが神？狙われた有名歌手が神だよね。ブラックホールを広げるためのメモと理論と計画の数々。ブラックホールを広げる？あ、これブラックホールを広げてる図か。これなんだろう？これ今もしかして時間止まってるよってこと？で、止まってる間にブラックホールを広げると助けられるのかな。最初の出会い、あ、ロールとの、そうだね。ミスマスのお気に入り奏者たちの宣伝ポスター。ミスマス、彼女ミスマス、あ、そうだ、ミスマスって書いてる。あ、彼女がミスマス、神がミスマスってこと。なるほど。これゼンマイ、ブラックホール発生させるゼンマイ、ゴールデンボーイが触れた時には動いたのだが、ゴールデンボーイ、あ、ゴールデンボーイっていうの、ロール、あ、ごめんごめん、ふざけた名前で呼んでて。あ、彼が触るとゼンマイが起動してブラックホールがどうにかできるのかな。これ何、これ、一緒、これビッグバン、崩壊の予兆となったアルバム、おしゃれ、レコードじゃない。これは才能あるうぬぼれ屋の殺人犯。あれ、これゴールデンボーイじゃん。ゴールデンボーイ殺人犯なの。ああ、今撃とうとしてるから殺人犯って呼んでんのか。才能あるんだ。あ、奏者なんだ。じゃあミスマスと、ミスマスかな、交流がもともとあったって話？なるほど。もう見れるとこなさそうですね。うん。今日一旦ここまでにしましょうか。うん。
ちょっとまだ謎が多いですね。じゃあまた次回よろしくお願いします。